諸星、光栄に思え。この面堂家の家宝、一目見れば興奮に打ち震えるぞ。へいへい。これが南極タコか、面堂。なんだこりゃ。普通のタコと変わらんな。どこが違うっちゃ。南極に住んどるだけやないのか。取り立ててゲームなさそうだしね。泣くわけでもないしな。面構えも波以下だの。こんなタコ飼って何の役に立つというのだ。どうも君らには物の価値というものがわからんらしいな。何が価値じゃ。財宝はどうした。アホらしい。こんなもん見るためにわざわざ寒い思いしてよ。だからブルジョワのやることはわからん。たかが二足三毛のタコじゃろ。望みは何でも叶えてやろう。何でも。ご褒美に涼子ちゃんをいただくのだ。頑張って探すからね、兄さん。誰が己の兄さんじゃ。ダーリンは探し出す前にうちが見つけなくっちゃ。松千代、松千代。面堂さん、結婚して。はい。セーラー服とブラジャーとビキニの水着と。真っ先に探し出してご褒美に涼子ちゃんをいただくのじゃ。ダーリンが探し出す前にうちが見つけなかったじゃん。結婚して。はい。これは一体どういうことだ。うむ、言い忘れていたが、南極タコは気温が上がると巨大化するという珍しい特性を持っているのだ。喧嘩しないで助けてよ。よし。柔らかすぎて全然ダメージ与えられないっちゃ。くそ、なんちゅう力だ。やめろてめえ。好き放題しやがって。やめろ。ひどいことしやがって。これ以上の乱暴狼藉は俺が許さんぞ。頑張れ。引き引き松千代。ダメ、私は清純派なんだから。しっち。じゃあ何か、俺は不純なのかよ。このままじゃ拉致が開かないっちゃ。なーに、くだらないこと言ってるっちゃ。そうよ、早く助けてよ。じゃあ、ダメだ。せめてタコの足が6本だったらな。シノブ、お前の怪力でなんとかならんか。無理よ。ああ、メンドが他の女と。なんですって。よし、その調子だ。頑張れシノブ。シノブ頑張るっちゃ。ダメ、柔らかすぎる。シノブの怪力をもってしてもダメか。絶望的じゃの。あ、ダメ、私は清純派なんだから。ラムとは違うもんよ。うちだって清純派だっちゃ。豊満な肉体じゃ清純派とは言えないわよ。ひるむな。一気に行け、一気に。貴様、それでもタコか。初子貫徹不言実行だ。やかダーリン。おお、やだやだ、来ないで。あー、メガスター、その調子だ。行け、行か、メガスターだ。それ一気、一気、一気。しのぶさん、ラムさん、しのぶさん、龍之介さん。タコに抱きつぶされるんなら、やつも本能だろ。超愛なっちゃ。あ、なあなあ、これなんや、この赤玉。うるせえな、梅干しだよ、梅干し。けったいな食いもんやな。まずそうやな。店長、どうしたっちゃ。あ、ラムちゃん、いつ見ても綺麗やな。なあちゃって。店長、ダーリン、また店長にいたずらしたっちゃ。何
もしてないよ。いじめてないったら。あー離してよ、よしなさいってば。おい、やめてってば。どうしたの、てっちゃん。おりゃ、おりゃ、おりゃ。こら、やめんか。梅干しもらうだけだ。あー、お前今ソーセージ取ったろ。ガム、あんして。あー、話そらすな。ソーセージ取ったろ。見ろ、こんなもんで酔っ払う奴がおらんぞ。安心しろ、梅干しもらうだけだ。さて諸君、ここに梅干しがある。待て、おい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 、おいソーセージ取ったろ。この梅干しを当たる。ソーセージ取ったろって。ラム、いいか、あーんして。あーん。ラムのいつものスタイルじゃないの。あ、熱いっちゃ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 。バカみたい、何興奮してんのよ。そうよ、ラムのいつものスタイルじゃないの。梅干し、うん、梅干し、おとなしく出すじゃ。早く、魔法の